皆さん、こんにちは。つれづれ北海道チャンネルへようこそ。北海道道85号しかり別湖からしかおへの途中から、北海道道線88号に入りました。北海道道線88号、しかり別橋線は、しかおへ町しかり別橋としかおへ町北売り幕を結ぶ14キロの路線で、どんつまりは秘境温泉の名高い、観音温泉です。どんな過酷な道路になるのか、ワクワクしながらセレナちゃんにアクセルのムチを入れています。と言ってもアクセルは踏んでいません。オートクルーズで車が勝手に走っています。自動運転のプロパイロットはマジ役立ってます。おかげで11ヶ月で2万5000キロも走ってしまいました。ガソリン代だけで破綻しそうです。じゃじゃ馬のセレナちゃんは走り始めるともう止まりまへん。と言いながらセレナちゃんに乗せてもらっているウープ主です。これは北電の然別第一発電所です。導水管がめちゃ長い。道路改良工事をやっています。さらに走りやすくなりますね。
気なく終点、菅野温泉に到着しました。かつて湯治場と聞いていたので、ひなびた温泉宿を想像していましたが、建て直して現在は綺麗な温泉ホテルとなっています。今日はここに到着します。手前は温泉棟です。こんな綺麗なお部屋、でも衛星 Wi-Fi しか使えまへん。温泉棟では、熊さんが、何しに来たんじゃ、鹿さんが、あら、よく来たわね、と歓迎してくれます。最後までご視聴ありがとうございます。また、次の動画でお会いしたいと思います。明治から続く温泉に浸かってリフレッシュします。こんなことで、では、バイバイ。